はい、皆さんこんにちは。こんにちは。玉木雄一郎です。いつもたまきチャンネルご覧いただきありがとうございます。このたまきチャンネルをですね、ご覧の皆さんにはよく分かっていると思いますけれども、英語の民間試験、これですね、この番組でも取り上げましたけれども、皆さんの大きな力もあってですね、これ延期になりました。私の今日隣に来ているですね、木井高志衆議院議員、本当に頑張ってくれましたし、今も頑張ってるんですが、今度新しいですね、また問題が出てきました。それが数学と国語の記述式の、試験の問題点なんですけども、これもですね、大変な問題だということが今明らかになってきてますけども、キーさん、はい、改めてこの、数学と国語 この記述式、何が問題なんですか？はい、この問題も実は1年半前にはもう問題委員会で取り上げてます。さすがですね、先見の目が。その時に改善しろと言ったんですが、結局ずるずるきたという問題です。問題点は大きく4つ、はい、4つ。1つ目はですね、はい、ほとんどの9割方の個別の大学で、はい、記述式の二次試験もすでにやってるのに、わざわざ共通テスト、つまり一次試験でやる妥当性がない、うん、これ1つ目、はい、で2つ目は、はい、採点を請負契約で請け負った民間委託の業者がかなり公正ではない、不公正がある。不公正、はい、はい、これ2つ目、はい、で3つ目が、はい、採点作業自体に無理がある。お、作業がね、採点が50万人規模なんです。あ、記述式だとですね、みんないろんなことが書きます。丸をつける側も主観的じゃないですか。おうおうおう、そうするとですね、もともと正答例だと思ってた正解以外のもので正解が出てくると、うん、それをですね、すり合わせる、うん、で50万人規模の答案をつけ丸つけてる方はみんなに共有する、で間違いがないように丸つけるっていう、うん、こんなことできっこない。採点が50万人の採点する採点者って 何万人ぐらいですか？そうなんですよ。でその人数は何人ですかって聞いたら、うん、出てこないんです。未だに説明が、未だに大臣からも出てこない、文部科学省からも出てこない。なんかあれ、1人3人がチェックするとか言ってませんでした？そうなんです。なので大丈夫だって言ってるけど、じゃあその3人1組何チームできますか、答えが出てこないんですよ。未だに無理じゃん、そんな無理なんですよ。でそういう採点体制自体無理があるということ。なるほど。で最後に4つ目なんですが、はい、自己採点が無理なんですよ。そうね、これね、受験生の方分かるよね。もう自己採点が分からないとやっぱりね、志望校を決めるのに困るんだよね、はい、もうだって1、2点でどの学校にしようかっていうね、はい、私も経験あるけど、うわー、予想通りできなかったとかできたとかって喜んだり悲しんだりしたことあったからね、はい、でそういう4つの問題点があって、はい、で大臣に問うたわけです、はい。アルバイトもいいっていうことでしたよね、採点者アルバイトね。で、うん、そのアルバイトの集め方、ご存知ですか大臣って聞きましたら、うん、存じませんとおっしゃったので、うん、ではということで、うん、某アルバイト募集業者のウェブサイトに載っていた情報を差し上げたと、うんうん、あれね、私見てました。はい、めちゃめちゃ面白かった、あのやり取りは。まあですね、ちょっとインパクトありすぎて、うん、肝心な趣旨が伝わったかどうか微妙なんですけど、ポイントは、はい、採点編集、それから採点基準の作成補助にアルバイトを募集してるんですよ。採点基準、作ることにアルバイトが入るの？はい、でアルバイトって今受験しようとしてる人の 2,3 年上の大学生 OK なんですか？それがですね、大学に在学中の方 OK なんですよ。在学中の方も OK なら、なんかちょっと高校の2年目の先輩とかがやるかもしれない、ケースあると思います。それで私が一番びっくりしたので、うん、大臣このこと知っといてというのに申したのが、うん、短時間でサクッと稼げる方。ちょっとそれ本当にそんなの書いてあるの？本当に書いてあるんですよ。皆さんね、これね、俺ちょっとニュースのタイトル見たんだけど、資格ね、未経験者大歓迎ね、未経験者がいいって、未経験者がいいって言ってこれだけでも十分だ。お前大丈夫か？それとすごいよ、短時間でサクッと稼ぎたい方って、それちょっと違うバイトなんじゃねえのそれみたいな。これで人生決められたら困るんじゃないの？ちょっと、そうなんですよ。なんかオレオレ詐欺の受け子探してるみたいな感じに見えてですね、ちょっと待てよという感じでしたね。はい、でしかもですね、その経験、未経験者もいいって書いてるんだけど、一方で経験者も必要だって書いてるくせに、で高校生の向けのテストの、その研修の採点スタッフの募集の案内が別、同じ会社なんですが、 あったんですが、その時にですね、いくらもらえるんだろうかと思って、その業務概要、募集概要をずっとたどっていくと、この経験者が1080円で、
新人が1070人、10円しか違う、10円なんです。で、あの東京都の、最低賃金は1010円なので、あのちょっとだけ上という感じ。すごい経験。しかもここが問題で、はい、あの高校生向けのテストの丸付けなのに、うん、小学校とか中学校の採点のみ参加したことがある方も、あの経験者に数えますねって書いてあるんですよ。びっくりでしょ。ちょっと待って、これね、これ高校生研修のね、テスト研修、採点スタッフの募集なんだけど、で高校生用の試験だからね、高校生の、まあ高校生用のテストの経験者かと思ったらね、すごいよ。小中学校の採点のみ参加したことがある人もこの高校生用の経験者とまあ見なすみたいな感じがあって、これめちゃくちゃインチキじゃん、これ。そうなんです。で、あの今回採点の業務委託の業務請負をしたこの業者がですね、普段こういう募集をしてるわけです。あ、だから某あの B 社、はい、なんかこう採点が甘いとかってなんか高校生が言われたんだけどの関連会社なんですが、なるほど。そうするとですね、もともとこの採点請負業者を選んだ理由は、はい、今回の50万人規模の答案に近い形での採点実績があると、そうい う経験があるからこそ選ばれたんですっていうことを大臣もですね、昨日の委員会説明してたんですけども、じゃあその採点者の質は大丈夫かっていうところの見たときに、今のような形の募集もやってたと。これは違う。これちょっと委員会室結構衝撃的だったんじゃない。あのサクッと時に皆さん大笑いしたけど、これ笑い事じゃないって話。いや本当笑い事じゃない。これだって皆さんのね、特に高校生、これあの玉木チャンネルよく高校生ご覧になってるんですけど、うん、皆さんの人生がね、こういうね、いい加減な採点とかで、あのなんかサクッと稼げるアルバイトでね、はい、皆さんの人生の点数がつけられていいと思いますか。ダメだと思いますよ。ダメだと思います、ね。だからここはあの実は今からですか、あの、はい、この記述式の試験をですね、もう中止する。この法案を国民民主党を中心にですね、木井高志議員中心に今から出しに行ってきますので、できます、ぜひね、あのきちんとした試験になるように我々最後まで頑張りたいと思いますので、はい、皆さん、よろしくお願いしたいと思いますし、共に頑張りましょう。では、玉木チャンネル登録お願いします。